フックの船長室、イエーイ。ミュージカルピーターパン今年の夏も稽古ガンガン進んでおりましてですね、本日はなんとキッザニアの約1000人弱の応募の中から20名ほどの記者の皆様が稽古場に取材に来てくれました。楽しそうに見てくれて、なんかピーターパンを見てミュージカルの勉強してるんですっていうお子様がいらっしゃったりとか、ワクワクした目で見てくれたのが非常に嬉しかったですね。ぜひ劇場にも遊びに来てほしいなと思っております。では今日はその模様をご覧いただきたいと思います。どうぞ。私は隅にちょっとだけ器用とかおちょこちょいみたいなところが好きです。いつも舞台で見てるというのを何十倍ぐらいもダンスとかの迫力がすごくてびっくりしました。歌とかダンスはすごい迫力あって、セリフとかアクロバットも人それぞれ違った個性とかが出ててすごいなって思いました。フック船長の大きい声で歌を歌うところがすごかったなって思います。飛ぶのは妖精の粉っていうのを吐くんだけど、その粉を体に浴びるとそれで楽しいことを、ね、思い浮かべると飛べるんだよ。僕はピーターパンがきっかけで今ミュージカルを習っています。皆さんは練習で大変な時どうやって自分を元気にしていますか？明日も頑張ろうって、こうやったらもっと上手くなるね、こうしたらいいねっていうのをみんなで助け合って、みんな家族のように人のことを思うとね、自分も頑張れるからね、思いやりを忘れずに頑張りましょう、ね。いつピーターパンを見て初めて見たの？じゃ今何歳ですか？5歳です。お兄さんたち知ってる？出てたんだ。あ、そうだ。頑張ります。皆さんの好きなシーンはどこですか？今度見に行くときに注目したいのを教えてください。2幕の最初のところが一番結構私は好きかなって。リフトがあったりとか、なんか飛んだりとか、なんかそういう迫力がすごい伝わるなって思ってすごく好きです。ぜひ見てみてください。はい。
どうもどうもお疲れ様でございます。お疲れ様でございます。毎日大変ですね。いかがですか今年の稽古はどうですか。いや今年も白熱してますね。やっぱりみんなで作ってる感じで薄いのどうですか今回 初参加ですけども。いやもう本当にね、レナちゃんもリュウさんも本当優しいから優しいです。ありがとうございます。優しいからねの時あの山崎さんの方だけみんな見てもらってということで今日は稽古場披露ということで、はい、子供記者の皆様が来てくれましたけど、はい、どうでした。去年はこう本番からやっぱこの子供たちの反応を見れてましたけど、うんうん、今年はもうこの稽古場の時点で子供たちの反応を見れたっていうのが一番嬉しいですし、やっぱみんな本当楽しんで見てくださってたから今日嬉しかったなって思います。もうね、なんかあと2週間なんだなっていう、はい、こんな感じなのかな。想像できたんだね。よかったです。この調子でお稽古残り、はい、頑張っていきましょう。頑張っていきます。よろしくお願いします。お願いします。